皆様こんにちは。引き続きワールズ2017グループステージ Day 7の模様をお送りしていきます。さあここからはですね、フラッシュルブス VS チーム WE、 こちらの試合の模様をお送りいたします。さあただレボルさん、これは語らなくてはいけません。ケイトリン出ました。ちょっとまあなんといってもケイトリンが、まあ、シーンから消えた理由として度重なるナーフがあるわけです。まあ、Q の貫通ダメージが減衰する量というのが大きくなってしまった。さらには既存 AS がナーフされたことによって、スタティック支部の魔法ダメージを持ってしても中盤の時間が弱すぎるというところで苦しくなったわけですが、アーデントセンサー、さらにはジャンナもしくはルルと組み合わせることによってシーンに復帰してきた。そして他のレイトゲームキャリーとはまた違うのは、ケイトリンもレイトゲームキャリーと言われています。コアアイテム3つから4つ完成した時にパースパイクを迎えるチャンピオンなんですが、アーデントセンサーによって強くなる。さらにはレーンが非常に強いということによって、今のコグマウ、トゥイッチ、トリスターナ、ザヤという AD キャリーのレーン戦に対してメタゲームを強いることができると、先にボットのファーストを破壊できると、あの点は非常に大きいですね。通常ボットのファーストタワーを先に破壊する構成、まあスレッシュやアリスターをサポートにおいて、そしてキルゲームからボットレーンダイブからセットアップしてボットのファーストタワーを取っていく、そういった戦略も序盤アグレッシブな形作れるんですが、ただ失速する傾向にあると。一つでもミスをしてしまうと途中アーデンセンサーによってカムバックされるというところで、そういった序盤仕掛けていく戦略が今のメタゲームの中で取れないわけですが、ケイトならそしてジャンナなら取れると、ノーリスクで取れますね。ちょっとこれはボットレーンの AD キャリーのドラフトのメタが変化する可能性が非常に高いピックだと思います。これ見てですね、ドラフトの話をかなりしたんですが、最終的にはケイトリン・バンするしかないよねみたいな話落ち着きましたよね。はい、ファーストピックフェーズの3チャンピオンでまず AD キャリーがピックできなくなるんじゃないかっていう話になりましたからね。そうなるとですね、やはりボットレーンのウェーブをコントロールしていく手助けができるミッドレーンのチャンピオン、ガリオであったり、あとはそもそもプレッシャーかけられるシンドラといったチャンピオンの評価が上がってくるので先に取れるというところも大きいですから、ブルーサイドのドラフトちょっと有利になるなと、特に WE は有利になるなという印象がありますね。レッドサイドの今回の試合でどうなるかというところをちょっと見ていきたいですね。はい、それではドラフト始まったので見ていきましょう。フラスウルブスブルーサイド、そしてチーム WE がレッドサイドです。ただあの作戦を遂行するためには完成度の高いマクロプレー、そしてミスを一度もしないこと、これが重要なんですよね。指示構成の場合、一度でもミスをしてしまうとテンポが崩れてしまってオブジェクトにたどり着けないという展開を何度となく見てきましたが、 WE はミスをしないチームですね。パワースパイクというところを生かしたゲームのコントロールが非常に素晴らしいですね。WCS 今年の2017グループステージ平均試合時間一番短いチームでもあります。序盤から仕掛けないのに短いっていう謎のチームですね。しかし先ほどの試合は序盤からもいけるんだよという姿を見せてくれました。ランブルジェイス取る人なかったですからね。そうですねさあそれではドラフトを見ていきましょう。ガリオ、カリスタ、コグマウ、ラカン、セジュアニ、バルスト、バンゴステ、ファーストピック、これフラッシュウルブスがケイト返したら面白いんですけど、ジャーバンです。これもう一度ジャンナ・ケイトリンで、いやこれ返しそうですよね。バルスバンしてますから、トリスターナもザヤもラカンもスリーバンしてますから、ザヤ、ラカンというところを相手に渡さずに済みます。もう一度ジャンナ・ケイトリンでですね、そしてミッドとトップのピックを変えていくという可能性は十分ありますが、まずはジャンナからわざと時間を使っています。いやこれはちょっとチーム WE がワールズのメタを変えようとしています。ここケイトリンを取らなかった場合、はい、フラッシュルスとしてもルルケイトという形を作れます。そしてベッティは、ケイトリンを使った経験も、まあ、少なくはありますがLMS でプレーしていますから、ここ急増のボットレーンにはなりますが、多分練習していないと思います、フルシューブーツのボットレーンも。ですが可能性としては十分ありますね。ただ見てからだという判断のようですね。チーム WE、グラガスを抑えました。そしてザヤ、ロックです。ただ今までのメタだとザヤ、ルルですよね。そうなりますね。
問題はここ。ケイトちょっと見てみたいですけどね。このマッチアップ、先ほどデイワンさんに聞いたんですが、どうなのと、ザヤだったらどうだったと聞いたんですが、無理ですと答えていたのがちょっと印象的でしたが、お、やらないようですね。やらないですか。いや、いや、そうですよね。ちょっと見てみたいです。本当に見てみたいです。お願いします。そしてミスティックですから、ロックしました。ザヤの Q しかケイトリンのレンジに届かないと、オーターダックのレンジは全くケイトリンと勝負ができないので、羽がケイトリンの後ろに置けないというふうになるだろうとデイワンさんはおっしゃっていました。僕もその印象が非常に強いので、これザヤを持ってしても勝てないとなると、本格的にドラフトをボットレーン苦しくなりますね。あともうバルスこれでバンされたらアッシュしかないですよ。ただアッシュ、ケイトリン相手だったらアッシュよりもバルスの方がやはり戦いやすいんですよね。 E のスローフィールドによってケイトリンの位置をコントロールできますし、さらには Q と E と連戦における使えるスキルが2つあることによって連のアドバンテージを相手に渡すに進む。足の場合だと W しかないですから、そして序盤 W 非常にクルタンが長いことによっても戦えるとはいえどやはり苦しいというところがありますからね。なるほど。さあメタが本当に変わりそうです。セカンドバンフェーズシンドラ、そして先ほどのゲームを見ていたのでしょうフラッシュウルブス。まずはランブルから、ここナンをバンして W としてはチョガスを先に見せるという手もありますが、ただナンとトランドルがありますからね、どう判断しますかね。どちらを潰すか、もしくはライズ、メイプル選手はライズを警戒しましたか。これミッド先出しをするつもりですかチーム W。 カシオペア先出し、いやでも、他だとタリアですか。あータリアいいですね。確かにタリア確か、100% ウィンレートですか。5回ピックされて5勝しています。いやしかしこの組み合わせも強力ですね。ジャンナ後期のポークシージに、あ、ケイトリン後期のポークシージにジャンナのアーデントセンサーのバフが入るわけですからね。そしてグラガス、ジャンナ、ディスエンゲージのツールは豊富です。さあそしてフラッシュウルブスどうする。後期が守りの手なんじゃないかと、受け身の一手なんじゃないかとそう言っていましたが、こう見るとちょっと攻めの姿勢というのも入ってそうですか。入ってきますね。そうなるとここオリアナでは耐えきれないですよ。タリアにするしかなかったと思いますが、ただオリアナです。そしてトップここマオカイですかね。チョガスを出されるのは分かってはいますが、エンゲージのツールというところがジャーバンしかありませんから、もう一つやはりオリアナのボールを合わせられるチャンピオンというところが欲しいですね。なあ先出しでどうですか。ジェイスもいない、ランブルもいない、ジャーバンもいない。シェンで耐えられてしまうということもありますからね。なるほど。であればチョガスでいいですかね。そうですね、チョガスでよかった。チョガスかマオカイですが、シェンでこれも WE の構成から取り上げた印象がありますね。あーポークシージスプリットプッシャーのシェン、さらにはバックライン飛び込んだところに対してシェンのアルティメットでカバーされてしまうというところを封じていきましたが、まあ、ここはチョガスを当ててシェンに対してプレッシャーかけていく。序盤はティアマト完成時の、まあ、シェンというところは連戦非常に強力ですから、チョガスを押されてしまう傾向にありますが、まあ、試合時間が伸びれば伸びるほどチョガスの連戦が強くなっていきますし、さらには Q と W というゾーンコントロールスキルがありますから、睨み合いの状況でチョガスのゾーンコントロールが、まあ、このケイトリンとコウキというチャンピオンを後押ししていきますね。チーム構成は揃いました。レボルさん見れますね。見れますね。先ほどとは違うのは WE は序盤から攻め立てていく必要性はあまりないことです。なんといってもトップとミッドがランブル、そしてジェイスからチョガス後期へと変わりましたから、レイトゲームになっても十分戦います。タンクラインもチョガスとそしてグラガス揃っていますからね。ここでゲームのテンポをどうコントロールしていくかというところが WE の注目ポイントです。一方フラッシュウルブスとしてはもうすでに敗退が決まっている中で、モチベーションを高く保ったまま戦えるのかどうかですね。さあただそのモチベーションは高く維持しないと WE に飲み込まれてしまう可能性が非常に高いですからね。あとやはりこのシージ構成というところに対してレーンのコントロールしっかりと取れるのかどうか、三菱戦のようなレーンのコントロール、ライズを生かしたサイドレーンのコントロールをしてバロン周辺のコントロールを取りましたが、今回オリアナであると
ということによってサイドレーンにメイプルが顔を出すことはできません。非常に苦しい戦いになりそうですね。ただフラッシュルーズとしてはオリアナさらにはジャーバンですよね。相手が CG タワーを狙ってくる行為、タワーを削りに来る行為のことを言いますが、その行為に来た際に非常に強いカウンタースキル持っているチャンピオン揃ってますよ。揃ってますね。しかしそこに対してまあコンディのグラガス、ベンのジャンナというところがありますから、この2名をどれだけまあそのエンゲージ時に排除できるかというところは重要ですね。なるほど。さあ始まりましたワールズ2017グループステージ Day7 フラッシュルブス VS チーム WE の試合スタートです。かなりこのグループ D1 位抜け2位抜けというところが混沌と化していますから、 WE としてはまあ敗退が決まっているフラッシュルブス、相手といえども気を抜いた戦いというのはできませんからね。序盤の入り方といったところ非常に重要ですね。1位抜けするというのがどれだけ重要かと。そうですね、やはり、まあ、SKT であったりと、そして LG といったところ、まあ、SKT はまだ順位決まっていませんが、そういった強力な韓国のチームに対して準々決勝で当たらずに済むというアドバンテージは非常に大きいですね。さあそしてレボルさん、これ序盤注目場所どこになるでしょうかね。やはりボットレーンのマッチアップですね。 WE のコントロール、レーンのコントロールを取った上で押し込んでいって、先ほどのように10分までにファーストタワーを破壊できるかどうかという点がポイントだと思います。なんといってもレッドサイドですから、ブルーサイドと比べるとミッドからボットレーンへのプレッシャーのセットアップというのはちょっと難しい傾向にあります。そんな中で C へと今季のプレッシャーをどう生かしていくかですね。いやー、もうミスティックがとんでもないレベル1のダメージトレードを行ってませんか。もうこれちょっとやはりどうしようもないですよね。ソードアウトポーション飲みました。レーンの強いルルですよそもそもやはりもうちょっと張り合えないですね。いや、スキルが当たっていても問題ないといえば問題ないですか。ジャンナのシールド分で吸収できますからね。ソードアウトちゃんと雷帝の号令にして連戦で戦えるマスタリーにしています。いますが、いいですか、もうポーション2つ飲んだんです。そしてベッティもポーション飲みました。ミスティック9のスキルショット4回打って4回全部当てましたよ。こう見るとですね、先ほどのダブルリフトとバイオフロストはかなりしっかりと手に避けてましたね。カメラマンも分かっているこのマッチアップが見たかった。そしてレベルさん、これどうしようもないですね。どうしようもないです見てください、 CS ディファレンスあと15ミニッツプラス34、先ほどの試合で15分で34の CS の差をつけたと。いやー、ちょっとこれ脅迫ですね。回答がバルスしかない、バルスしかないと思います。アッシュも苦しいですね。やはりこれタワー下の CS すら取れないですもんね、ザヤの場合、はい、Q のクールダウンが上がってる時しか取れませんよ。いやー、通常あれだけのミニオンウェーブをタワー下に押し込まれていた際に、はい、オートアタックで取れるので、ここから CS 差が回復していくということが多いんですが、全くベッティのファームが増えません。1増えましたねやはりこれ Q のスキルのクールダウンが上がったタイミングでしか取れていないということですよね。はい、さらには体力の有利は渡してませんから、いやー、まだもうしばらくボットレーン見ていたいですが、まあそうも言ってられませんから。コンディがジャングルの中に入っていく、まあ、ミッドからボットにかけての視界のコントロールをずっと続けていくと思いますね。ただこれに対してカーサはジャーバンですから、コンディの動きというのを封じなくてはいけませんよね。封じなければなりませんね。なんとかドラシ、そしてソードアウトのシールドによってレーンは耐えてはいますが、プレッシャーとてつもないです。12CS だ、まだまだ広がっていきそうです。
ここからはやはり MMD 選手が使うシェンのアルティメット、そして、カーサ選手が使うジャーバンの、まあ、ガンクの強さというのを生かしてボットに対してアクションを仕掛けていくというのが一番可能性が高いと思いますね。それ以外の手立て、ガンクで動かす以外の手立てはちょっと現状ありませんから、 MMD がレーンのコントロールを握っているのは朗報ですが、ラストヒットではどうやら957が勝ちそうですね。しっかりとここトップレーンのウェブのコントロールを生かして押し切って、押し切ったタイミングで MMD は下がって、しっかりと957のチョカスの CC を食らわずにアルティメットを打てるキャストできる場所でポジションを取ってからボットへのガンクに合わせていくという動きを狙いたいですね。それにはまずレベル6が必要です。まだ時間がかかる。やはりそうですね、9しかザヤの9しかケイトリンと勝負できていません。この状況変わらなさそうですからね。そしてカーサ介入、なんとかしたいこのボットレン。ポリモフからのノックアップ、ヒールを使用しましたがネット、いやー、そして前に出ていくのはなぜかミスティック。 2V3 で関係がない。コンディをしっかりカバーしていました。そして眼光をもらったのに体力の不利なのはなぜかフラッシュルブサイド。ベッティ危ないんじゃないか、サモナースペルのバリアです。いや、これはリコールします。ウェーブ溜まっていますよ。しかも CG ミニオンですから、このウェーブを失うのは相当な痛手ですね。6分40秒、タワーがなんと5割削れました。10分で折れるコースです。強いミスティック、強い。もうあれですね、呆れる声ぐらいしか出ないですね、WEのこの強さは。いやー、このチームがプレイにいたというのを思い出すと恐ろしいですね。何だったんだって感じがしますね。どうして LPL のプレイオフでいきなりスランプに入ったんだ。ただメイプルは順調ですよ。順調ですね。ただしここからパッケージのタイミングを生かして CA がプレッシャーかけていくと思います。そこをいなせるかどうかですね。いや、しかしミッドレーンのところでステイしているだけではやはりダメなんですよね。ボットレーンの動きを手助けしないと、ボットのファーストタワーから WE がテンポを取っていくというのはもう明らかですから、そのテンポをどこかで崩さなければならないわけです。ボットレーンに対して介入していくか、もしくはミッドレーンでキルを奪ってミッドのファーストに対してプレッシャーをかけて WE をミッドレーンに呼び込むような、そういったプレッシャーが必要になってきますね。ということはこれカーサがガンクしないといけない。ただレベル6までまだ少し時間がかかります。決戦場持ってからですよね。そうなりますね。そして CA がカルを買っているというのは、ここはやはり、まあ、メイプルがあまりサイドレーンと動く様子を見せないというところもあって、安定したファーム、そしてトリニティフォースのラッシュというところをして、ポークシージ構成のタイミングというのを早めていこうということですね。そしてパッケージです。そうですね、パッケージタイムがちょうど8分30秒です。いや、これカーサボットレーンから離れられないですね。いなくてはいけない。瞬身誤報がありますから、ここのタイミングはチーム WE としてはレーンを下げました。フラッシュブース、なんとかこの瞬身誤報 MMD を呼んで決めなくてはいけませんが、いや、ただ早くしなければタワーが破壊されるだけではなく、ベッティ選手のファームがちょっと全く進みませんから、これワーハンマー買うことによってクールダウン 10% を手に入れることで9の回転数を増やしていく、なんとかしてファーム取るためのアイテムのビルドなんですが、ミスティックのデータにデータを見て、まあ、本国のデータを管理する人がマジで狂っているミスティックのデータはとそういう表現したぐらいですからね。いや、ここはコンディを狙ってなんとかフラッシュブース、ね、いい動きですね。ただ寄ろうとしたメイプルと C へのダメージトレード、カーサーの位置が素晴らしい。スクライアブルーム、いやー、ただ
C へもロケットを当てて体力の有利取りました。いやただまあそのデータのアナリストたちがミスティックのデータ狂ってると言いたくなるのも分かりますよね。ただあのカッコしてですね、予想通りではあるかって書いてます。そうでしたね、はい。チームのダメージシェアの 40% をこのミスティック一人で担っていますからね。そうですね。そして戦略の要になっているのも間違いありません。これケイトリンだからこそ今の WE の展開は可能になっていますからね。これが例えばコグマやトゥイッチであったならば、ここまで序盤からプレッシャーかけることもできていませんからね。そのままインファーナルドレイクに触っています。これはフラッシュルブスチャンスではショックウェーブありますよ。さらにはカーサー、メイプルともに雷帝の号令、バーストは非常に高いですが、ここにミスティックテレポートまで使用しました。チーム WE957 が挟むような形、ノックアップからのショックウェーブ。ただしインファーナルドレイクはチーム WE が抑えました。そこからチェイスしていく。さあ挟み込んでいるのはフラッシュルブス、瞬身号砲で MMD ファーストブラッド獲得です。957テレポートは使用して挟んだんですが、集団戦には参加できませんでした。先にカーサとメイプルが仕掛けていきました。非常に素晴らしい動きだったと思います。こういったところで先にアクションを仕掛けていく、やはりこの時間帯におけるジャパン非常に強いですから、まあ、この動きで、WE のテンポを崩していく必要性がありますね。ただ C はすぐさまテレポートで戻って、これソロキルあるんじゃないか。サマナスペル使わなくてはいけないぞ。ステップしてもタワーダイブ、フラッシュを切らされた。メイプルテレポートとヒールフラッシュのトレードです。ビャーグセンのお株を奪うようなソロキル、プレッシャーによるゲームテンポの奪う返す動きですね。ここは本当にフラッシュブス素晴らしかったと思います。 MMD のダブルタウンドからルルのノックアップ、アルティメットを使ったノックアップで完全に集団戦の陣形を破壊しました。957がバックラインから入っていく時間といったところ稼げませんでしたからね。そして先ほどの集団戦の戦闘でソードアウトに1アシスト入ったことによってアーデンセンサーを先に完成させることができました。これでかなりベッティは楽になると思いますね。これでアーデントセンサーが先にできた、タワーが折れていない状況下でとなると、いやしかしベン、これリコールして完成しますね。同じタイミングですか。どうなんでしょう、こうアーデントセンサーって体力回復しますよね。ってなると耐えれるんじゃないかなっていうイメージちょっと湧くんですが、耐えれないんですか。ちょっとあまりにもボットのファーストタワーが先に削られてしまっているというところが気にかかりますが、耐えれる可能性というのは十分出てきたと思います。しかしですね、はい、メイプルがフラッシュを失ったことによってミッドのウェブのコントロール完全に失ってしまい、 CA が先にボットに対してプレッシャーかけられる状況というのがマップ上でもうすでに生まれてしまっていますから、ボットレーンでは WE の方が数的にアドバンテージを作れる状況になっているということを考えると、このアーデントセンサーの完成をもってしてもフラッシュルブスはレーンのコントロール取れないですね。ただどうでしょう、 MMD がアルティメットで先ほどはボットレーンに介入しました。そして957はテレポートで介入したということは、テレポートのアドバンテージはフラッシュルブスサイドにありますから、いやしかしそのテレポートのアドバンテージを生かす前に崩れそうですが、おっとただこれはアーデントセンサー、フェザーストーム、モンスーン、フラッシュで羽の返しを避けてミスティック 1v1、 ただザヤが上回るか。ここになんとコンディ寄っていた。最後はベンのキル、そのままミスティックが勝ちます。2キル獲得、チーム WE 非常にいい仕掛けだったと思います。いやベッティものすごくいい仕掛けでしたよね。しかしジャングラーがそこをカバーできているできていないの差が現れましたね。コンディの方が先にボットサイドに寄っていました。さらにはシェンナルティメットがまだ上がっていなかったのでシールドというところで、ベッティの動きを補助できませんでしたね。あと少しだったたんですよ、今上がってますから。このタイミング今カーサはラプターを飼っているんです。しかし先にコンディはもうすぐさまボットレーンとラッシュしている。ここですね、もちろんカーサもラプターを飼うのをすぐさまやめてボットレーンに寄っているんですが、やはり2人だけの判断で仕掛けてしまっているというところもあって、カーサがボットレーンの動きに対して、まあ連携できていないという点が大きいですね。おっとただリプレイ中にベンを捕まえていましたカーサー。決戦場、ここはフラッシュはクールダウンでした。おっとただミスティックのスキルショットナーフされていなければデッドしていたかもしれません。ここまでのところ WE は TSM 戦ほど正確にゲームを行えているわけではありませんが、ミッドレーンダイブ、グローリーから捕食でごちそうさま。
瞬身護法使用したんですよ。これデッドありますよ MMD。 寄ってきた瞬間ノックアップ、ボディスラム、タル、さあオートアタックでこれエリア無効してタワーを獲得、そのままタワーダイブ MMD。 テレポートでミッドタワーを守るはずだったのに。いやー TSM 戦ほど丁寧ではないですね、雑ですねと言おうと思ったんですが、ええ、強いですね。コンディが全ての位置に見えてますからね。そうなんですよね。いやクリアラブから LPL ナンバーワンジャングラーの座を奪い取っただけありますね。あ、もうナンバーワンですか。ナンバーワンだと思います。まず間違いなくナンバーワンでしょう。さまざまなプレースタイルが可能ですし、ゲームの流れを読む能力に長けてますよね。的確な場所に常に的確なタイミングでポジションを取るということがどれだけ難しいか。あのカーサですら取れてないわけですから。いや、そしてここはカーサ追い出されました。さあコンディのプレッシャー、ベッティが追い出します。ただしリフトヘラルドがある。シーエがもうすでに凄まじい装備になっていますね。カルもすべて溜まって売り払って300ゴールド手に入れましたから、あカルという装備うまく活かしてパワースパイク早めていってますね。トリニティホース、そして BF 制度できています。素晴らしいですね。ジャンナの Q の竜巻をジャーバンのアルティメットシシム効果のタイミングというのを活かして避けて、セットアップしてきましたね。いや最近流行ってるジョガスの WA 賞中のフラッシュインですか。 W のモーションが追加されたことによって、まあ、サイレンス避けやすくなったはずなんですが、モーションが追加されたということは A 賞中にフラッシュをすることによってすぐさま相手に発動させることができるという一つの、まあ、トリックというか、うん、これができるかできないかによって相手がフラッシュできるできないといったところまで関わってきますから、非常に重要な、まあ、ジョガス界にとってのスキルですね。なんて言うんでしょう、ボディスラムの判定をフラッシュで伸ばすみたいなイメージですよね。そうなりますね。さあ17分30秒です。リフトヘラルドにそろそろ触りそうな動きを見せているのはチーム WE。 本当に羽が届きませんね。トップサイド EQ で逃げることには成功。徹底的にチーム WE はタワータワータワーという動き、そしてフラッシュルブス、それのプレッシャーに耐えようとは動いていますが、ついにベッティリコールです。カーサ、そしてメイプルがカバーに入ります。となるとミッドのセカンドタワーに対しての CA のプレッシャーというところ大きいですし、ミッドプレッシャーかけていると思わせておいてボッドレにガンクしています。 CA が挟む957セットアップ MMD フラッシュアウト、そこに当然ブリンクで追撃、またしても捕食。これで8スタック目957、そしてリフトヘラルドに触れている。ミッドのファーストタワーを破壊してからのテンポアップ非常に素晴らしいですね。トップレーン行くぞ行くぞとプレッシャーをかけておいて、警戒が薄くなったボットレーンへと仕掛けていく。そしてそれに対してあらかじめ957が少し早いタイミングでダメージのトレードを仕掛けることによってそれを悟らせていないという点、この連動見事ですね。まあダメージトレードしてきたらミニマップ見るの遅れますからね。となると CA の意識というところはどうしても MMD はなくなってしまいますから、例えば MMD がミッドレーンから消えたタイミングでダメージのトレード仕掛けてきたのであればあらかじめミニマップで把握できますから、まあ、警戒できるんですが、その前から仕掛けてきてましたからね。そしてリフトヘラルドを利用してこれで3本目タワー獲得で全てのアウターを降りましたチーム WE。 まだ20分に到達していません。あと40秒でバロンが上がります。ジョガスのスタックを貯めるために、まあバロンファイトのところを狙っていくでしょうね。これだけ今すでに強い状況ですから、本来であればワームグの完成といったところちょっと待ちたい部分もありますが、ミスティックが怖いテムを2つ完成していますし、非常に今強力な状況ですね。19分30秒で8スタックってまあそう見ないですよ。まあ見ないですね。
あれちょっと止めようが。これで9スタック目ですか。なりそうですね、クラウドドレイクです。ああしっかりと手前に引いて9スタック目仕掛けましたね。フラッシュルーブス、トップサイドでは数的にアドバンテージがありますが、さあ仕掛けた、いやもうなくなったアドバンテージ。さあミスティックが返せば、カーサエンゲージ狙ってはいます。後ろに MMD、 ただ957テレポートでカバー、そしてグローリー発動、逆に仕掛けていくミスティック先行、先頭ミスティック先頭です。C エガー、そしてミッドから挟む動き、いやもうミスティックが強すぎる。ボールを置いてショックウェーブ、これ打たざるを得ないメイプル。ただまだ前に出る、まだ前に行く、ヒールを使用した、移動速度上げた。アベン MMD を捕まえることに成功します。レッドバフを持たしてはいけないこの男に。これはもう本当にどうしようもない。ボットレーンに CA と、そして957がドラゴンコントロールしてましたが、数的にアドバンテージあったはずなんですが、タワーダイブからポリモーフ、そしてフラッシュアウトで対応しました。ここはコンディをうまく倒すことに成功。ミスティック、ただ今の EQ はフラッシュで反応しています。そこからの957フラッシュインからの捕食、10スタックナンバーワン AD キャリーバン、ウジ違う俺だと、そういうことですよ。そうなりますね。いやジンエアの頃はこういった目立ったプレイヤーではなかったので、 WE に引き抜かれた時はちょっと WE はどうしたんだろうと思ったんですがレボルさん正直すぎです。いやその当時こういろいろとフリーダーAD キャリーがたくさんいた中で、まあ、その当時確かプレーも、休暇中だったという中で、はい、なぜミスティックだろうなんだろうと思ったんですが、いやここまでのパフォーマンスを見越して獲得したのであれば、WE のスカウト陣素晴らしいですね。完璧な補強ですよ。スキルショットほとんど外してますから、当ててますから、外していませんから。さらにはこうダメージ計算も完璧ですからね、今のところも、まあ、ジャバノのカップが入ってくるというところも含めてのフラッシュアウトでしたからね。インフィニティエッジ、スタティックシブ、ジール、これはハリケーンですかね。そうなると思いますね。フラッシュルブスは苦しい状況下です。バロンにラッシュしてもいいだけの装備は整ってはいます、チーム WE。 ここで95ならテレポートがない状況で先にバロンに入ってますからね。仕掛けたのはカーサー、決戦場、そしてアルティメット、ここはフラッシュ対応です。カーサーフラッシュダウンしたのはフラッシュルブスサイド、コンディうまく対応しました。そしてブルーバフ抑えたのは、これは CA が抑えたようです。グラガスのアルティメットがないので WE としては反転のスキルというところに欠けています。バロンサルのちょっと難しいですが、デートのようです。ジャンナの竜巻から MMD がチェックしてフェイスチェックだったんですが、ミスティックのもうダメージが止まりません。シェンですよ。確かに装備は攻撃的とはいえど、オートアタックに対するカウンタースキル W 持ってるんですが、そのシェンが MMD が耐えれません。 CA とウェッティの 1v1、 ただアーデントセンサーがついている。いやただ CA のダメージもとてつもない。コンディはバロン周辺から相手を引き剥がす動きですが、カーサーもう一度前へ、バロンの体力を、いやこれはうまく調整しながらチーム WE を抑えました。バロン獲得はチーム WE です。フラッシュルブスとしてはバロン周りのところで固まっているところに対して、メイプルのオリアナのアルティメットで集団戦機に、まあ、返していきたいというところに対して、キョガスがいる、捕食があるというプレッシャーを生かして、コンディ選手がそのフラッシュルブスの狙いに対してプレッシャーをかけることによってバロン周りに近づかせなかった、非常にうまいバロンコントロールでしたね。強い。そしてオールレーン押し上げにかかっています。うわー、とんでもないダメージだ。予測打ちです。視界はありませんでした。 CA
ミニオンがいないのが助かりましたね、フラッシュルブス。いや、本当ですね。いや、しかしここで WE の非常に強力なポークシージ構成機能しますよ。ラビットファイヤーカノンがミスティックできています。ハリケーンではなかったですね。あ、本当ですね、ラビットファイヤーカノンですね。まあそれはスタティックシュー買ってますからね。確かに冷静に考えれば。いや、レッドバフの影響もあってこれベッティ選手オーメンちゃんと持ってるんですけどね、カーサーは。それともオーターダック一発で1割持ってくれますね。シンダーハルクですよ、さらには忍者旅ですからね。オーターダックのカウンターアイテム、しかもクリティカルに対するカウンターアイテムちゃんと揃えているんですが、ボットのインナーター獲得はチーム WE 通年押し上げて揺さぶりをかけています。さあ、どっちを抑える、ミスティックかそれともシーエか。トップのセカンドタワー狙わないですね。インヒビタータワー取れるというふうに踏んで WE は一気にプレッシャーかけてます。あと1分40秒もありますから、このフラッシュウブスバロンの時間が長いと感じてるでしょうね。いや、長いですよ。カーサたまらず仕掛けてショックウェーブ、決戦場ワンモンコも決めてはいますが、ダメージが足りるか。いや、1キルしか取れていない。そしてここはベッティうまく離れてダブルスネア、そしてフェザーストーム、まだなんとか生きているが CA が追撃です。1キル獲得、フラッシュウブス。ブルーズアイ MMD ギリギリデッドはしません。1-1 のトレード、そしてテレポートでミニオンを守りながらエンドを見据えています。957体力マックスで戻ってきました。バロンバフはまだ継続中、レッドバフも継続中。バロンバフあと1分あります。あと1分ですか、長い。オーターアタック一発でミス、いや、これもうベッティの体力が3割ほど削れます。羽が確かに足元に届かない。カーサー前へスキルをなんとか当てようとしましたが、ここもミスティックよく出ている。 CA はもらいながらもダメージトレード、フラッシュイン追撃してメイブル落としました。いやー、もう好き放題だミスティック。 KDA が欲しい、キルが欲しい。レッドバフがここでようやく終わりましたが、なんとチーム WE4 キル獲得している。 MMD も前に出れない。ラプチャーから、いやー、スネアで動けないエース獲得。チーム WE 圧倒的、30分ゲームがありません。27分18秒で試合が終わりました。本当に圧倒的です、強すぎる。レボルさん、ケイトリンバンですね。これはバンですね。ちょっと対応策練っていない限りは、今このもうこのデイセブンでWE のこのドラフトに対してバン以外で対応はちょっと取れないと思います。ケイトリンをまず練習してきていないでしょうから、急増のボットレーンを組み立てることもできないですし、取り上げることもできないわけですよね。そうなんですよね。ここフラッシュルブスとしてはジャーバンを取ってジャンナ・グラガスを WE が取った時点でケイトルルと取ることも可能だったはずなんですが、練習できていないボットレーンのコンビを取ることに対するリスクを感じて取れなかった。そして WE がケイトリンを開けたこともやはり怖いですよね。ケイトリン対策何かしら取ってきてるんではないかというところもありますからね。そして一番可能性のあるバルスはバンをされザヤを選択したわけですが、レイワンさんのおっしゃった通りこうなったと、どうしようもなかったですね。さらにこの構成の強いところはですね、はい、TSM 戦のようにジェイスランブルで序盤から攻め立てていく構成もできれば、今回のようにチョガス後期でレイトゲーム戦える構成も取れるというところで、戦略的なドラフトの柔軟性が非常に高いというところは大きいですよね。通常こういったタワーシージ構成の場合、今回ちょっと WE としては若干ですがミスが多かった、倒される時間が機会というのが多かったですが、それでも全くペースを落とさずに957がチョガスを使ってプレッシャーをかけたり、あとは CA の後期パースパイクを迎えた瞬間にまたグッとプレッシャーをかけるという形で、何度となくフラッシュルブスのプレッシャーを取り返、フラッシュルブスに対してプレッシャーをかけてゲームの流れを取り返すこともできているというところもありますから、非常に練られたドラフトでしたね。序盤も強く後半も強い、ちょっと時間帯としてあまり隙がないですね。隙はあったはずなのにアーデントセンサーで隙がない。そうなんですよ。今その WCS のメーターを考えると、やはりボットレーンがパッシブにダメージのトレードあまりせずに、
先にタワーを破壊するということはあまりない、うん、もしくはミッドレーナーがボットレーンとロームしたのであればだいぶのセットアップができてという形ありますが、せずにですから、これはもう今の WCS のメタゲームに対してかなり対策を取ってできているドラフトになってますからね。ここはちょっと他のチームも取り入れる可能性というのは出てきたと思いますね。あとはどうでしょうね、ミッドレーンがタリア、もしくはボットレーンにこうローミングできるチャンピオンをたくさん取れば潰せるチャンスというのは出てくるかもしれませんが、そうですね、やはりガリオであったりタリア、オレリオン、ソル、あとはやはりミッドレーンを強引に勝てるシンドラ、そういったチャンピオンであればミッドレーンからのプレッシャーによってボットレーンの2対2のダメージのトレンドに対して、影響を与えられることができますから、ミッドのピックというところも非常に重要な要素になってくると思います。ここでオリアナを取ってしまったというところがちょっとやはり影響しているかなという感じがしましたね。これだから短期トーナメントのワールズの観戦はやめられないんです。さあというわけで、それではインターバルに入らせていただきます。インターバル後ですね、インターバル後はですね、TSM ですね、 TSM vs ミスフィッツゲーミング、こちらの試合の模様をお送りいたします。それでは一度失礼いたします。